僕は春。ララアドバンスっていう事務所の人に声をかけてもらって、歌い手グループ、ブルマジの一員として活動することになったばかりの新人歌い手です。今はシェアハウスで他のメンバーと一緒に暮らしてて、これからみんなで今週の家事担当を決めるところなんですけど。じゃあ、今日からまた新しいローテーションで家事を振り分けるぞ。はーい。じゃあこれを一つずつ下にずらしていく形でいいか？賛成。じゃあ僕今週は買い物係だ。春。はい。じゃあこれ渡しておくな。今週の食品が入っている財布だ。はい。なくしたら大変だな。気をつけなきゃ。献立は今週の料理担当の空が決めるだろうから、空から買い物リストをもらって買い出しに行ってくれ。わかりました。とりあえず今日と明日はカレーにしようと思ってるよ。またカレー？先週の頭もカレーだったじゃねえか。だって僕カレーくらいしか作れないんだもん。あとシチューだったら作れるから、カレーが終わったらシチューかな。はぁ、それ入れるルーが違うだけだろ。とにかく今日はカレーだから、ハルくん、後で買い物リストを渡すね。はい。じゃあソラさんがリスト書いてるうちにちょっとだけ部屋で歌の練習して、それから買い物に行こう。もうちょっとフラットにしない方がいいのかな。はい。レオさん。ハルくん、今日買い物に行きますか？はい、もう少ししたら行きます。ではその時に絆創膏を一緒に買ってきてもらえませんか？絆創膏、どこか怪我したんですか？ええ、ちょっと指を切ってしまって。大丈夫ですか？大丈夫ですよ、もう貼ってます。あ、消毒もしておいたのですが、予備の絆創膏を切らしてしまって。お願いできますか？もちろんです。手間をかけさせてすみません。いえ、任せてください。ありがとうございます。では。レオさんの笑顔すっごく素敵だな。王子様みたいだ。ハルくん、買い物リストできたよ。これでお願いしてもいいかな？はい、今から行ってきます。ありがとう、よろしくね。よし、準備して出かけよう。レオさんの絆創膏も忘れないようにしないと。ああ、いい天気。こんなに天気がいいと歩くのも気持ちいいな。お散歩日和だ。こっちの道は行ったことがないな。ちょっと行ってみようかな。ああ、こんなところがあったんだ。事務所とシェアハウスの往復ばかりだったからあんまりよく知らなかったけど、結構いろんなお店があるんだな。いい匂い。ここのラーメン屋さんからだ。そういえば確か、あゆむさんがラーメン食べたいって言ってたような気がする。ああ、今日も疲れた。ラーメン食いて。こんな近くにラーメン屋さんがあるって知ったら、どんな顔するだろう。ラーメン屋？マジで？行く行く！どこどこ？あゆむさん、きっと喜ぶだろうな。帰ったら教えてあげよう。はあ、着いた。ちょっと遠回りしすぎちゃったかな。今日買うものは…どけ！山なんだよ。すみません。あんなところで立ち止まっちゃダメだな。迷惑かけちゃった。レオさんに頼まれてた絆創膏見つけた。だ、これでよし。残りの買い物もパパッとやってしまおう。よいしょっと。結構重いな。早く帰らなきゃ。おい姉ちゃん。あれ、この人さっきぶつかった人じゃ。
そんなにいっぱい持ってたら重いだろう。俺たちが持ってやるから家を教えろよ。姉ちゃんってもしかして僕女の子に間違われてるのかな。ほら早くよこせって。大丈夫です、失礼します。びっくりした。ここまで来ればもう大丈夫だよね。あれ、ここ来た道と違う。どうしよう、道に迷った。こっちじゃない、こっちも違う。おかしい、こんな道じゃなかったはず。おい、どうして。あんたが困ってるみてえだからよ、わざわざ見つけてやったんだよ。ほらこっち来いよ。どうしよう。もしかしてお金が目的なのかな。まだ今週始まったばかりなのにお財布取られちゃったらみんなの食べ物を買うお金がなくなっちゃう。話してください。おい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 、人聞き悪いぞ。俺たちは困ってるあんたを助けてやろうと思ってるだけなんだけど。別に困ってません、大丈夫ですから、何が大丈夫なのかな。遠慮せずに頼れって。どうしよう、どうしたら。帰ってこないと思ったらこういうことか。ヤマトさん。はあ、なんだお前。それはこちらのセリフだが、彼に用があるなら俺が代わりに聞こう。彼、何言ってんだお前。こいつは女だろ。正義のヒーロー気取りかよ。あ、ヒーロー、ということは自分が悪いことをしているという自覚はあるようだな。こんな真っ昼間からそんな乱暴なナンパの仕方をするなんて、ずいぶん品のない方なのですね。レオさん。てめえ、舐めてんのか。そんなつもりはないが、さっさと消えてほしいとは思っているな。調子に乗るんじゃねえぞ。痛い目見てやのか。あ？は？どうやらよほど相手をしてほしいみたいですね。そうみたいだな。言いたいことがあるなら早くしてもらえるか。別に。そうか、だったらもうつきまとうな、迷惑だ。ほら帰るぞ。もう二度と僕たちに会わないといいですね。なんなんだよあいつら。ヤマトさん。ん？どうした？あのすみませんでした。どうしてお前が謝るんだ。それより怪我はなかったか？はい、何もされてません。お財布も無事でした。お財布？多分あの人たち僕のお財布を狙ってたんだと思います。あいつらの狙いは財布じゃないだろうけどな。え？それに財布なんて気にしなくていい。お前が危ない目に遭う方がよっぽど問題だ。そうですよ、もしそうなったとしても事情を話せばきっと高坂マネージャーがどうにかしてくれます。あ、レオさん、レオさんもすみませんでした、迷惑かけちゃって。迷惑だなんて思ってませんよ。ヤマトさんからハル君の帰りが遅いと聞いたので散歩がてらに様子を見に来ただけです。ですよね、ヤマトさん。ああ、そうだな。ヤマトさん。気にしすぎないことです。それからこれも。あ、僕のために
ありがとうございました。助かりました。はい。よかった。僕、ちょっとは役に立てたのかな。助けてもらうことが多いけど、でも、僕も二人に負けないように、しっかり頑張らなきゃ。それにしても、二人のあんな顔、初めて見たな。痛い目見てやのか。あ？はあ。ちょっと、かっこよかった。じゃあそれ、一つ貸してください。あ、みんなで持って帰りましょう。あ、はい。二人が仲間でいてくれて、よかった。